イスラエル航空宇宙軍、イスラエル航空宇宙軍、イスラエル航空宇宙軍は、イスラエル国防軍の航空部門である。略称として、イスラエル空軍とも称されるが、ヘブライ語での正式名称は、航空宇宙軍である。以降では略称である、イスラエル空軍と表記する。イスラエル空軍は、ハガナーの航空団を母体として、イスラエル建国宣言によって第一次中東。 戦争が始まった直後の1948年5月28日に組織された。ハガナー時代の航空兵力は挑発、寄贈を受けた民間機を軍用に転換した機体の寄せ集めからなっていた。そこでこの飛行体を補強するため、旧式第二次世界大戦上与機などの機体をあらゆる手段用いて貫野さり、 25機のアビアイス -199 と62機のスーパーマリンスピットファイア l f m k クセスがイスラエル空軍の中核となった。初期イスラエルの空での軍事的成功の基盤となったのは科学技術よりむしろ独創性と創造性であり、失素な中で最初の空の戦いに勝利したことで注目を浴びた。 イスラエルの新しい戦闘機は1948年5月29日に活動を開始し、エジプト軍のガザ地区北進を押し止める作戦のアビア S-199S がアシュドッドの近くで、エジプト軍を奇襲攻撃し、2機を失った上に、エジプト軍に与えた損害も少なかったが、奇襲自体は成功し、エジプト軍は進軍を止めた。また、 イスラエル空軍が空での戦いに勝利を収めたのは1948年6月3日、テルアビーブを爆撃していたエジプト軍の DC-3 の2機編隊をモデアロンが撃墜したのが最初ある。さらに戦闘機同士の空中戦での勝利は6月8日、ギリオン・リッターマンがエジプト軍のスピットファイアを撃墜したのが最初である。戦争が続く間もイスラエル空軍は、 新たな航空機の補充を続け、次第に両者の空軍力のバランスは変わっていった。戦争末期の1949年初には、イスラエル空軍は、イスラエル上空での安定的な絶対的航空、優勢を確保していた。1956年の第二次中東戦争でも、イスラエル空軍は全員イスラエル軍の中で重要な役割を果たした。 作戦の始まる10月29日、イスラエル空軍の P-51 リームスタングは、市内半島に侵入して、プロペラの羽根で電話線を切断し、他方戦闘機に護衛された16機の DC-3 は、イスラエル降下兵をエジプト軍の戦線の背面に投下した。1967年の第三次中東戦争でのイスラエル空軍は、 戦闘の初日に対立するアラブ空軍に大打撃を与えることによって絶対的航空優勢を獲得した。6月5日の朝3時間の攻撃でまだ離陸前のエジプト空軍機の大部分を破壊し、その日のうちにシリアヨルダン空軍にも同様に大打撃を与え、さらにイラクまで攻撃した。この戦いの終わりまでにイスラエル空軍は五十二機のアラブ諸国の 航空機を破壊し、そのうち49機が空中戦での戦火であった。これに対して、イスラエル空軍は46機の戦闘機を失い、そのうち12機が空中戦での損失であったことを認めている。この戦争によって、それまでイスラエルにとって主要な戦闘機供給源だったフランスとの関係が悪化し、フランスのドゴール政権はイスラエルへの武器輸出禁止を表明した。 そのため、イスラエル軍は、軍用機の主要供給源をアメリカに切り替え、イスラエルエアクラフトインダストリーズは、航空機と兵器の自国生産を進めた。第3次中東戦争で、シナイ半島を失ったエジプトは、その奪還を目指して、翌1968年に、イスラエルに攻撃を行った。この戦争における、 イスラエル側の目標は、停戦に持ち込むために相手になるべく多くの損害を与えることであった。そのため、イスラエル空軍は繰り返し適量部閣の戦略目標を爆撃し、制空権を得るためにアラブ航空戦力に挑み、さらに、イスラエル地上部隊と海軍の作戦支援を行った。1970年7月30日に緊張はピークに達した。 イスラエル空軍の待ち伏せで、イスラエル空軍機とソ連のパイロットが操縦するミグの間で大規模な空中戦となり、イスラエル空軍は無損失で5機のミグを撃墜したのだ。超大国を巻き込んでしまったことと、さらなる戦火拡大への不安とから、この戦争の終結がもたらされた。1970年8月の終わりまでに、 イスラエル空軍機は4機を撃墜された代わりに111機のアラブ軍機を撃墜した。1973年10月の第4次中東戦争でイスラエル空軍は県軍以来の総撃墜数の3分の1に相当する277機の敵軍機を撃墜したが、その代償として53人のパイロットと100機以上の損を受けた。イスラエル空軍が大損害を受けた主な要因は、 ソビエトの新しい対空装備品と防空理論、つまり中高度を守る SA-6 や低高度の拠点防衛を行うシルカといったレーダー追尾の自走式対空サイル車両とエジプト不評が傾向した地対空ミサイルシステム SA-7 ストララで機械化を進め、旧式ではあるけれども高高度で依然強力な SA-2SA-3 といった 対空ミサイル網の組み合わせによるものだった。多くの損害を受けたイスラエル空軍だが、戦争を通じて、イスラエル陸軍の支援を続け、シリアとエジプトの標的に航空機集中攻撃を続けた。戦争の最初の戦闘の一つが、2機のイスラエルのイマナス -4 ファントムと28機のエジプトのミグマイナス -17 とミグマイナス -21 によるで、7機のエジプト軍機を撃墜して、 残りを撤退させた。1973年10月9日、2つの海マイナス4ファントム4機変態がシリアを攻撃して、ダマスカス中心部のシリア参謀本部を破壊し、シリア空軍司令部に損害を与えた。またこの戦争で、イスラエル空軍はヘリコプターが、輸送面でも、医療救助面でも、極めて有効であることを証明してみせた。読むキプール戦争以降、 イスラエルの軍用機の大部分が米国から調達された。これらの中にカイマイナス4ファントム E、A-4 スカイホーク、カイマイナス15イーグル、カイマイナス16ファイティングファルコン、E-2 ホークアイなどがある。また IAI のネシェルやフランスのミラージ5をベースとした IAI クフィルといった多くの国産機も運用した。クフィルはより強力な アメリカ製エンジンを搭載するように改造した、イスラエル製の戦闘機である。1976年、イスラエル空軍の C-130 ハーキュリーズが、ウガンダのエンテベで行われたエールフランス139便、人質救出作戦に参加した。1981年6月7日、6機の F-15、A イーグルに護衛された8機のイスラエル空軍海 -16、 a ファイティング・ファルコン戦闘機がイラクのオシラ区画施設を破壊するバビロン作戦、オペラ作戦を実行した。攻撃に参加したパイロットには、後のイスラエル発の宇宙飛行士となるイランラモン大佐がいた。1982年のレバノン戦争の前、シリアはソ連の援助でレバノンのベッカー高原に地対空ミサイル網を構築していた。 1982年6月9日にイスラエル空軍はシリアの防空網を破壊するを実行した。この作戦でイスラエル空軍は空対空戦闘での損失ゼロでシリア空軍の航空戦力80機を撃墜した。また70年代から開発の行われていた無人航空機であるタディラン・マスティフ・ IAI スカウトが作戦投入され引得された。 地対空ミサイルサイトの発見に貢献した。また同じく70年代に創設された航空攻撃の地上誘導を専門とする特殊部隊シャルダグも作戦投入されている。また、イスラエル空軍 R-1 コブラ攻撃ヘリコプターは数量の T-72 主力戦車を含む多数のシリアの走行戦闘車両と地上目標を破壊した。 1986年、イスラエル空軍のアーロン・アチアズ隊員が操縦する回マイナス4ファントムが、レバノンで PLO 攻撃任務の最中に、事故で墜落した。パイロットは、数時間後に救助されたが、同乗していた航空士のロン・アラット隊員は、シーアハーブ総勢力、アマルに捕らえられた。アラット隊員の所在は未だに明らかになっていない。 1985年10月1日、PLO のテロ攻撃によって、キプロスで3人のイスラエル民間人が殺されたことを受けて、イスラエル空軍は、木の足作戦を実行した。この作戦は8機の F-15 イーグルで当時、チュニジアのチュニズにあった、PLO 本部を爆撃するものであり、イスラエル空軍過去最長の 2300km に渡る作戦行動であるため、 空中給油用に、イスラエル空軍ボーイング707が投入された。結果としてその時、PLO 議長のヤーセル・アラファートは不在だったため、難を逃れたが、PLO 本部は破壊された。多くのイスラエル空軍の伝送及び武器システムは、イスラエルミリタリーインダストリーズ、イスラエルエアロスペースインダストリーズ等によって、イスラエルで開発、製造された。 1990年代からイスラエル空軍はその航空機の多くをイスラエル製の性能改善された先進的システムに刷新していった。1990年にアメリカ製 R-64 アパッチ攻撃ヘリコプターがイスラエル空軍納入されるとその機体にラファエルアドバンスドディフェンスシステムズ社製のパイソン4空対空ミサイル、ポップアイソラ対地ミサイル等を装備し始めた。 1991年の最初の湾岸戦争でイスラエルはイラクのスカットミサイルに攻撃された。イスラエル空軍のパイロットは戦争の真ん中ずっとイラクへの報復攻撃のために待機していた。しかし現実にイラクへの報復攻撃となるとイスラエル軍機はヨルダンやシリアの上空を通過しなければならない。その場合、イスラエルの軍事行動に過敏に反応した両国が 他国籍軍から離脱、もしくはイラク側に加勢する形で参戦などの恐れが生じてくる。こうなると、湾岸戦争の図式は、イラク対世界の戦争ではなく、宗教間の戦争になってしまう。この事態を避けるため、アメリカ、国連の説得でしぶしぶながら、イスラエルのイツハクシャミル首相は報復攻撃を見送ることに同意した。1991年、イスラエル空軍は、 ソロモン作戦でエチオピアのユダヤ教徒をイスラエルに連れてきた。1990年代の後半、イスラエル空軍は、回1 5 i r a m と回 -16I スーの調達を始めた。これらは、イスラエル空軍の要望に従って、イスラエル向けに特別生産された先進的、機体である。2004年4月、 最初の102機の F-16I がアメリカ空軍以外ではすでに最大となっていた回 -16 戦隊に合流した。イスラエル空軍は同じく R-64D アパッチロングボウの特別バージョンである R-6DI サラフと全方位能力のパイソン5空対空ミサイルを購入した。2005年にイスラエル空軍はイスラエルミリタリーインダストリーズの先進的 情報システムを搭載した改造型ガルフストリー V を購入した。イスラエル空軍は2006年のデワノン侵攻においてもイスラエルのヒズボラ攻撃を主導する重大な役割を果たした。攻撃は主に南レバノンでイスラエルの都市に向けられたヒズボラのロケットラチャーを黙らせるために行われた。イスラエル空軍はこの戦争で12000回以上の戦闘飛行を行った。 最も顕著な働きは戦争の二日目、わずか三十四分間の攻撃で、イランから供給された五十九機の中長距離、ケットランチャーを破壊したのである。2006年七月三十日に、イスラエル空軍がヒズボラの投首の隠れがとされる金村近くの建物の爆撃し、それによって二十八人の民間人が死亡すると、この行為に対して国際的非難が高まった。 ヒズボラは戦争の最後の日に、イスラエル空軍 CH-53 ヤス、ウルヘリコプタを撃墜し、5人の搭乗員が死亡した。それより前に、イスラエル空軍の F-16I が一気離陸時に墜落した。イスラエル航空機も、この戦争で3機のイランの無人航空機を撃墜した。2007年9月5日夜から翌6日未明にかけて、 イスラエル空軍機発揮がシリア東部デルゾールにあった建設中の原子炉とみられる核施設を爆撃破壊に成功した。イスラエル国防軍は2018年3月21日イスラエルによる攻撃だったと公式に認めた。CBS ニュースが伝えたところによると2009年1月に スーダン国内をエジプトに向かうトレーラーの車列に向かってガザ地区への武器供給としてイスラエルの航空機が爆撃を行った。この爆撃で17台のトラックが爆破され39人の密輸人が死亡した。2017年3月17日、イスラエル軍機がシリア領内に侵入し空爆を実施し、シリア側は地対空ミサイル。 ロシア製 S-200 を発射して応戦した。イスラエルは死体空ミサイルによる被害はなかったものの、ミサイルがイスラエル領内に落下する恐れがあったとして、アローミサイルで撃墜したと発表している。2018年2月10日、イスラエル軍はシリアパルミラ近郊のイラン軍事施設を戦闘機8機で攻撃。シリア側の対空攻撃により海 -16 が1機。 撃墜され、搭乗員2名が負傷した。空爆に先立ち、イスラエルは、領空侵犯をした、イランの無人機を撃墜したと発表したが、イラン側は否定している。これまで39人のイスラエル空軍パイロットが5機以上の敵機を撃墜して、AS の称号を獲得した。そのうち10人が8機以上の敵ジェット機を撃墜した。 過去最高のエースは17機の撃墜記録を持つギオラ、エプスタイン大佐である。エプスタイン大佐は朝鮮戦争以来のジェット機撃墜の世界記録を持っている。イスラエル空軍のパイロット選抜プロセスは、パイロットに最適な人材だけを採用するという近代、イスラエル空軍の父と呼ばれるエゼル・バイツマンの思想に始まる。彼の理論は、空から思うままに攻撃できる状況では、 地上部隊の技能と勇敢さが無駄になるというものであった。結果としてパイロットはその訓練過程の前の生まれつきの能力によってまず選抜れ、さらに軍の世界で最も厳しい選抜コースの中で最適とみなされた人だけを採用することとなった。したがってイスラエルのパイロットになる可能性の有無はまず18歳で兵役に就く以前の段階で 学校での高い成績、規定のテストでのトップの得点、優れた健康状態と高い技術的才能を取った要素に基づいて選抜される。これらの基準や他の条件に合致した人材が集められ、身体的、精神的、社会的課題を伴う6日間の選抜コースに参加する。新兵は割り当てられた任務をこなす能力だけではなく、例えば彼らが、 どのように困難や予想外のトラブルに対応するか、彼らが集団内でどれほどうまく活動するか、彼らがどのように問題解決や管理不能状態に取り組むか、といったその姿勢も問われる。選抜コースの過程で参加者の9割が不合格となるという。選抜コースに合格すると、士官学校ではなくに入校し、空を飛ぶ前に3年間の訓練過程がある。 航空教育以外にも、基礎教練や士官としての教育が施される。またネゲブ、ベインイコールグリオン大学と提携しているため、文系、理系の学士号を取得できる。素養は随時判定され、操縦訓練に入る前に多くが不合格となる。訓練過程をリタイアした者は、広報員など、パイロット以外の職種で空軍に残るか、陸海軍に移籍するかのどちらかである。 機種の割り当ては適正により判定される。このような18歳前後からパイロット要員として直接採用、教育するシステムは第二次大戦中にパイロットが不足した際に多くの国で実施されたが戦後は需要が落ち着いたため主管学校で4年間の教育を受けた卒業生から適正者を振り分け操縦訓練を実施するのが基本となった。 イスラエル以外の早期教育制度としては日本の航空学生制度がある。1994年に南アフリカからのユダヤ人移民アリス・ミラーによる高等裁判所への提訴という画期的な出来事によって空軍は女性たちに航空学校への入学資格を認めるよう指示された。ミラーは入学試験には合格したが医療検査に パスしなかったためパイロット資格は取得できなかった。最初の女性戦闘機パイロットは2001年に資格を取得した。アラブ系イスラエル人がイスラエル国防軍に志願した場合、彼らが空軍訓練に参加できるかどうかは不明である。2006年にアラブ系イスラエル人がパイロット選抜コースに志願したが受け入れられなかった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。